士がオールを動かし、船に乗った中一行は湖心の奥へと向かう。しばらくして見えてきたのは、森の守護者たちが話していた楽園。それは不思議なことに、キャンディーとスイーツで作られた島だった。染めてあげる。ちょっと。